皆さんこんにちは。僕はですね、今フィリピンのマニラ国際空港に来ております。先ですねフィリピン航空を使いましてマレーシアのクアラルンプールから到着いたしました。今回なんですけども、フィリピンには入国せずにこのままオーストラリアのシドニーですね、そちらに向かいたいと思います。久しぶりに、ね、南半球に行くということでちょっとテンション上がってるんだけど、今回のフライトがね、もともとは乗り継ぎ時間4時間5時間ぐらいだったんだけど、もう遅延が確定してて10時間ぐらいね、今回トランジット時間があります。17時30分に飛行機降りたんですよね。クアラルンプールからの到着した飛行機降りたんだけど、今ねこの出発フロアに来たのが18時15分ということで45分ぐらいかかりました。あの保安検査があるんだけど、かなり行列でやっぱ乗り継ぎされる方非常に多いんですよね。でマニラ国際空港もその乗り継ぎのカウンターのところの保安検査っていうのレーンが一つしかなくて、かなり時間かかります。なのでちょっとその辺はね気をつけてください。で今回なんですけども、フィリピン航空からフィリピン航空への乗り継ぎ、どっちも第2ターミナルで完結するので、まあ、非常に簡単に乗り継ぎできるんだけど、もしねこれターミナルが異なる乗り継ぎの場合だと、一旦ねフィリピンに入国しなければなりません。国際線から国際線への乗り継ぎの場合であっても、でその入国するのはまあね簡単にできるんだけど、入国した後ですね、ターミナル間の移動無料のバスとか走ってるんだけど、この空港周辺の道路ってめちゃめちゃシビアなぐらい渋滞が激しいんですよね。なのでかなりねそのフィリピンで乗り継ぎをする場合はね、時間に余裕を持ったね行程を作るべきです。はい、今回ねとりあえずも10時間ぐらい今から時間あるんで、もう特にねこの第2ターミナル何もすることないんですよね。チャンギ国際空港みたいになんかめちゃくちゃなんかお店がいっぱいあって遊べるようなところがあるんだったらいいんだけど、もう特に何もすることないんで、今回引き続きねラウンジでちょっとくつろごうかなというふうに思っております。ビジネスクラス使っていきます。こちら出発フロアなんだけど、もう本当にご覧の通りで、もうここしか区画ないんですよね。どっか行ったりすることもできなくて、もうそのターミナルの移動ってのもねできないってさっき言ったじゃないですか。なので本当にもうラウンジ入れるんだったらまだなんとかなるけど、入れなかったらね外のベンチで待つしかありません。まあ、カフェとかね、まあ、ちっちゃいお土産屋さんとかはあるんだけど、まあ、そんなところでね長時間時間潰すの難しいじゃないですか。だから10時間の乗り継ぎって結構シビアだと思うんだけど、もともとはね4時間5時間だったんで、まあ、それぐらいだったらね全然 OK かなと思ってたんだけど、しかもね出発が深夜の3時とかなんですよね。もうガチやばいよね。フィリピンの乗り継ぎは結構嫌う人が多いと思いますけども、まあ、こういったところにあるんですよね。第2ターミナルはねフィリピン航空しか使ってないということで、フィリピン航空のラウンジしかありません。ゲートは11番まであるのかな。はい、ということでこちらのラウンジで今から9時間10時間待機します。ということでフィリピン航空のラウンジに到着しました。マブハイラウンジですかね。おそらくビジネスクラスの人はもちろん使えるし、あとはフィリピン航空ってアライアンスに加盟してないんで独自の、ね、マイレージプログラムがあるんだけど、それのステータス会員の人とかはね使えるラウンジだと思います。なんかあんまり広そうじゃないんだけど、まあ、仕方ないね。ちょっと中入ります。ラウンジの中に入りましたが、もうめちゃくちゃ混んでるし、で椅子ほとんど空いてなかったんだけどね、なんとかゲットすることができた。でそんなに広くないんで、うわーマジかって感じですね。フィリピンの拠点空港なんですけどね、フィリピン航空の。こんな感じでヌードルバーみたいなやつはありますね。なんか言うとラーメンみたいなの作ってくれるんじゃないかな。はい、であとはこっちドリンクですね。オレンジジュース、リンゴジュースとかがあって、パウンドケーキ、チョコレートケーキみたいなのも置いてあります。まあ、ビールもあるし、コーラ、セブンアップ、こういったのもあります。あとは、まあ、こっちも普通にバイキング形式ですね。うん、そんなに種類は多くないけど、まあ、一応食べ物はしっかりと揃ってます。では軽くね夕食取ろうと思います。こちらヌードルバーで作ってもらったラーメンですね。普通に美味しそうだし、めちゃくちゃいい匂いする。であとはねイエローライスと照り焼きのチキンとねシューマイがありました。シューマイとかあるといいよね。でバーカウンターでハイネケンのビールねお願いしました。まあ、缶ビールもいいんだけど、まあ、せっかくねバーカウンターあるんだったらねそっちで入れてもらった方がいいかなということで、こんな感じで選択しました。まあ、これで立派な晩御飯になるでしょう。やっぱ日本にねだいぶ近づいてきてるんでね、その料理とかもなんか日本っぽくなってきますよね。めちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。ただいまね時刻は午後11時10分でございます。本日のフィリピン航空の国際線フライトってのすべて出払ってるんで、今このラウンジにいる人はね遅延している3時台のシドニー行きの人だけです。どうやらフィリピン航空最終便もなんか10時とかに終わるみたいですね。それ以降の便にはなかったんで、普段だとねこの時間帯このラウンジ多分閉まってると思うんだけど、今日はねシドニー行きがもう遅延しているということでね、ずっと開けてくれてるんだと思います。はい、まあ、ラウンジ放り出されたらねもう外のあのベンチで待たなきゃいけないんで、それはそれでちょっと辛いですからね。ここにねフライトスケジュール出てるんだけど、まあ、あとはね
僕たちの乗る便だけですね、 PR211 便、3時30分発シドニー行き、これだけ乗ってます。もうこれ以外のフライトっていうのはね、本日すべて終了したみたいですね。さっきまではね、かなり多くの人でごった返していたラウンジも今はね、かなり閑散としています。もう全員ね、シドニー行きの人しかいません。はい、ということで皆さん、ようやくね、2時30分になりました。まもなくね、搭乗開始ということで、ゲート3の方に向かいましょうか。いや、夕方の6時からね、ずっとね、ラウンジにこもってて YouTube 見てました。はい、なんか昔あった事件とかのね、なんかああいうやつあるじゃないですか、ドキュメンタリー的なやつ、ああいうの見て時間潰してたんだけど、いやもうぶっちゃけめっちゃ疲れたね。いや今回のフライトね、8時間ちょっとのフライト、まあ、9時間弱のフライトになるんで結構長距離なんだけど、これ今までラウンジでこもってた時間でシドニーつけましたからね。はい、まあ、遅延は仕方ないんだけどね。で、遅延の理由もね、いまいちよく分かってないんだよね。なんで遅延してるのかも全然知らないんだけど、もう昨日の段階でもうね、すでにメールっていうのが来てたんですよね。出発48時間ぐらい前の段階でね。多分保証とかも何もないんでしょうかね。どうなんだろう、こういう時って。何にも聞いてないんだけど、まあ行きましょうか。まあ今回航空券めっちゃ安かったんで、まあ、全然いいんだけど。はい、ということで、ね、さっきまではすんごい人でごった返してたこの第2ターミナルですけども、まあ、この時間帯もうね、フライトが一つしかないということで全然お客さんいません。ということで、ゲートの前にもう一回保安検査があるみたいですね。すごいね、今日エコノミーもほぼ満席なんじゃないかな。ビジネスクラスまでほぼ満席、多分満席だと思います。まあ半個室タイプのビジネスクラスなんで、まあ、別に人がね、おろうが、ね、いないが別に関係ないんだけどね。ということで保安検査抜けて中入りましょうか。はい、ということで今回こちらですね、 PR211 便のシドニー行きです。だいたい9時間弱のフライトです。シドニーはね、真冬ですからね、真夏から真冬に一気に行きます。はい、ということで搭乗開始です。今回の飛行機こちらです。エアバス A330 のダッシュ300です。機体番号ちょっとまだテロップで入れときます。ビジネスクラスなんで優先搭乗できます。はい、ということで機内入りました。ビジネスクラス1プラス2プラス1の座席配置でございます。今回は4番の A 席ですね。窓側をね、指定しました。一人掛けの半個室タイプです。こんな感じのシートです。後ろね、プレミアムエコノミーですね。フィリピン航空のプレミアムエコノミー結構いいって言いますよね。今回4番の座席なんで、サイドテーブルが通路側ということでね、座席窓側になります。一つ後ろはね、サイドテーブルが窓側なんで、窓側だけどちょっと窓遠いんですよね。それではシート全体をね、ちょっと見てみようと思います。まあ、ヘッドホンとアメニティセットがありまして、まあ、こんな感じですね。シート側にもフィリピン航空のロゴがついてます。シートベルトは肩掛け、車と同じようなタイプでした。多分は腰当てとブランケットかな。マットレスとかはね、やっぱないんよね。マットレスとかくれる日系とかってほんとすごいなと思います。収納スペースがね、この座席もほとんどありませんでした。で、一応この前のシートポケットのところにスリッパが入ってます。フィリピン航空ね、しっかりとスリッパくれるんですよね。スリッパくれない航空会社とかっていうのも結構あるよね。言えばくれるのかもしれないけどもね。モニターがとにかく綺麗だった高画質です。多分新しい機材なんでしょうね、この機材。足元ももちろん広々しています。身長170センチとかなんで、もう全然届かないですよ、先っちょにね。で、下の部分に安全のしおりが入ってました。あとエチケット袋もあったかな。エバス A330-300 ということで、 A330 あんま乗る機会がないですよね。日系の航空会社持ってないですから。外資系のね、エアアジアとか LCC でとかでね、ちょこちょこ乗りますけどね。結構久しぶりの登場になりました。やっぱビジネスクラス、まあ、いろいろ乗ってきたけど、この個室感あるタイプのビジネスクラス僕一番好きですね。他にもスタッカートとかね、これだったら長距離乗っても全く疲れません。スイッチなんですけども、2箇所に分かれてました。これ下についてるスイッチは寝た状態、フラットの状態の時に使うスイッチかな。本来のスイッチの場所までね、やっぱフラットの状態だと結構ね、距離があるんで、上にもね、しっかりとついてます。あとは USB ポートとヘッドホンジャック、マルチタイプのコンセントですね。で、これ左のやつは、上のね、特殊灯をつけたり CA さん読んだりするボタンです。アメニティセットの中には歯ブラシとかね、そういうのが入ってました。これしっかりとくれるの嬉しいよね。どっかのブランドかな、いまいちよく知らないんだけどね。1999って書いてたんで、まあ多分1999年発祥なのかな。はい、ということでね、ウェルカムドリンクいただきました。水かパイナップルジュースかオレンジジュースでしたね。なのでオレンジジュースお願いしました。
先にパイナップルジュースもらったんでね、あとはおしぼりもくれました。今回ね、通路はというかボーディングブリッジ1本しかないんで、全員ここ通るんですよね、目の前だから。結構まだまだ登場まで時間かかりそうですね、はい、ずっとね、ふわっと南半球に行きます。赤道を越えてね、久しぶりの南半球ですからちょっとテンション上がりますよね。フライト時間ね、さっき出てたんだけど、だいたい7時間と22分で出てましたね。もうちょっとかかると思うんだけどね、7時間半とかで着くんだ。フライトね、スケジュール上だと確か8時間20分とかってなってたと思うんだけど、はい、よくわかんない。こんな感じで映画の種類もいっぱいあるよ。なんかこのモニター、あのシンガポール航空のやつと似てますよね。 SQ も確かこんなんやったと思うんだけど、ちょっとあんま覚えてない。もうすごくヌルヌルしてるんでね、スマホとかタブレット触るような感じで操作できます。いろんなねコンテンツが用意されてます。アンケートとかもあるし、フィリピン航空について、フィリピン人の心、エアバス A321 ネオ、あ、そっか、 A350 もあるのか、そっかそっか。まだちょっとモニターの使い方がよく分かってない。あ、ちなみに時差はね2時間あります。あ、ここね、タイムトゥーデスティネーションということで7時間22分ね、これ到着地までの所要時間です。これがマニラの時間で、オーストラリアの時間ね、日本は4時6分です。今日本よりね、シドニーの方が1時間早いんでね。もうね、飛行機乗ってから40分ぐらい経ちますけどもね、なかなか搭乗が終わりません。やっぱりボーディングブリッジ1本だとかなり時間要するのかな。ゲートの前でもね、結構チェックみたいなのもあるんで、割と厳しいですね、フィリピン航空そのあたり。Sydney is ahead of Manila 2 hours. In the meantime, please take the assigned seats as soon as possible to facilitate our departure, and we care for your safety. Please keep your seatbelts fastened throughout the entire flight whenever you're seated. Also, we ask that...そろそろ機内入ってからね1時間経とうとしております。いや、今日ねクアラルンプールから到着した時もすごい待たされたんですよね。なんか結構そういうのが多いような気がする。誰か搭乗客がまだ来てないんだと思うんですよ。事情係員の方もね乗り込んできてるんで、ビジネスはもう全部埋まってるんで、エコノミーかプレエコの人ですね。で、後ろプレミアムエコノミーなんだけど、プレエコめちゃくちゃ空いてる。確かね、フィリピン航空ってエコノミーで購入して入札アップグレードとかっていうねシステムもあるんで、ぜひあの A330 とかだったらね、プレエコとかビジネスにアップグレードする価値ね十分にあると思います。あ、来たかな、来たっぽいですね。ということでようやく出発できるのかな。Mabuhay! Welcome on board this Philippine Airlines flight. Before we depart, we want to let you know how much we care about your safety. This is inspired by everyone in the country for the safety of everyone in this flight.Before settling down, be sure all carry-on items are securely stowed in the overhead compartment and small heavy items under the seat in front of you. Let us also ensure that all aisles and exit rows are clear of any items. Smoking in the airplane is strictly prohibited. This includes the use or charging of e-cigarettes. Diyan pwede. Also, tampering with, disabling, or destroying lavatory smoke detectors is a serious offense.Please set your...
離陸して10分ぐらいでシートベルト着用サインが消灯しました。多分ね、機内食の提供が始まると思うんで、まあ、すぐにフルフラットにするのはやめておきます。まあ、個別にね操作もできるんだけど、リクライニングの状態がこんな感じですね。これ一応固定ポジションです。枕ね動かせるんですよね。こんな感じで非常に快適です。テーブルに関してはね、ここにあります。インアームタイプのテーブル、北陸新幹線のグランクラスのテーブルを思い出すね。ちょっと出しにくい感じのテーブルね。はい、こんな感じです。固定されるのかな。あ、ここまで出せるね、まあ、大きさはそんなに大きくないけど立派なテーブルがついてます。では機内食がやってきました。まずは前菜からですかね。ドリンクはねシャンパンをねお願いしています。何なのかな、レタスロールかな。レタスの中にトマトとかキュウリが入ってますね。あとはトマトとこの鶏肉かな感じです。あっさりしてて美味しそうですね。あとはブレッドとナッツもいただきました。パンはねあったかいですよ。いただきます。今回なんですけども、メインはねお肉か魚だったんで、魚にするとサーモンがやってきました。フィリピン航空ね、機内食かなりレベル高いですね。前回クアラルンプールから乗った時もそうでしたけども、めちゃくちゃ美味しい。いただきます。デザートなんですけども、チーズセレクションかマンゴークレープもしくはアイスクリーム、3つから選べたんですけどもね、アイスクリームとクレープいただきました。で、今から寝るんでね、さすがにちょっとコーヒーはやめておきます。水もらいました。いや本当にね、フィリピン航空の機内食かなりクオリティ高いからおすすめです。機内食のね時間も終わりました。機内の照明また暗くなりましたね。ここからはねお休みタイムになります。今回ねシドニーに到着するのが昼過ぎなんで、まあ、寝ておくことが大事ですよね。このまま寝ずに行くと多分しんどいと思うんで、もうすぐ寝ようと思います。座席をねベッドのボタンがついてるんで、そのボタンを押すとね一括でベッドの状態までしてくれます。やっぱりねビジネスクラスといえばねフルフラットシートになってもらわないと困りますよね。最低条件だと僕はいつも思ってますけども、フルフラットになってくれればね、もうビジネスでもエコノミーでもぶっちゃけ何でもいいんだけど、今のところねエコノミーでフルフラットになるシートっていうのは基本的にないですから。ニュージーランド航空がね今度新たになんかエコノミーのフルフラットみたいなの出すみたいだけど、あれ非常に楽しみです。ということでベッドの状態にしました。あとは掛け布団と枕ですね、セットして寝るだけです。マットレスとかはねやっぱりないんだよね。ああいうのって本当日系の航空会社ならではなんだよね。モニターも消してちょっと寝ようと思います。おやすみなさい。4時間ぐらい寝ると思います。おはようございます。めちゃくちゃ寝ましたね。4時間ぐらい寝てたと思います。今ねおしぼりとまたフレッシュジュースいただきました。もうあとね1時間と40分とかで到着します。いやーよく寝たね。1回も目覚めることなかったんで、やっぱフラットのシートだとねそれだけ快適に寝れるということです。今ねこのブラインドを開けると外は真っ昼間ですから、めちゃくちゃ眩しいです。もうあれですね、すでにオーストラリアの大陸には入ってますね。もう目と鼻の先です。シドニーも絶望的に眠たくてね、全然食欲湧いてないんだけど、まあ、食べないともったいないですからね。今からちょっと朝食準備してもらおうと思います。あと1時間と15分で到着です。なのでもう本当に伊丹空港から九州行くのとかと変わらないですね。
いや、オーストラリアね、物価高いんで、機内ではね、無料ですから、ね、しっかり食べておきましょう。昨日のね、夕食は結構食べてない人多かったんだけど、朝食に関しては皆さんね、食べてますね。もう全員起きてるんじゃないかな。まあ今シドニーの時間で昼の12時とかですからね、起きてた方がいいよね。逆にずっと寝てると夜寝れなくなるっていう、本当になんか今回のフライトは LCC のような時間が微妙なフライトになってます。本来だと朝8時とかに到着なんで結構動きやすいんですよね。オーストラリア便ってね、アジアからの便って結構朝到着すること多いですよね。日本からのやつもそうですけどね。ではブレックファーストが到着しました。ワンプレートでの提供です。これ下フルーツの盛り合わせかな。これスイカと、なんだろう、マンゴー、柿かな、柿のような気がするがあって、こちらオムレツと、あともち米のような感じ、ちょっとよくわかんないね。まあ、フィリピン航空ですからね、美味しいと思いますけども、これはトマトソースでしょうね、多分。さっきのね、サーモンをトマトソースでいただいたんだけど、非常に食べやすくて美味しかった。これが増殖になります。はい、ということで、まあ、ちょうどいい量、これぐらいだったらね、いただこうと思います。なんかオムレツかハッシュドポテト、なんかどっちか選べたと思います。で、僕はオムレツにしました。いよいよね、1時間切りました。あと57分でシドニー国際空港に到着です。多分ね、シートベルト着用サイン、前回の感じを考えると割と早めに着くんじゃないかな。もう着陸25分とか20分ぐらい前に着くような気がする。ほんとね、その辺って結構航空会社によってバラバラなんですよね。日系で行くと JAL は結構ギリギリまで着けないイメージがあるけど、 ANA は割と早くね、着用サイン着けますよね。そんな感じです。はい、まあ、このシートに対する不満点とかっていうのは、まあ、特になかったかな。足元もね、全然普通に狭くないし、広々してて全然快適です。はい、もちろんあの身長170センチぐらいしかない僕にとってはね、足伸ばしてもね、先につかなかったですしね。ただまあ180以上の人とかだったらちょっと若干窮屈に感じるかもしれないね。このスタッカードシートって、まあ、結構狭いと感じる方も割といらっしゃるみたいなんだけど、まあ、本当人それぞれ個人差があると思います。僕はもう全然余裕です。むしろね、スタッカードシート大好きなんで、多分ね、体型がしっかりしてる人とかにとってはスタッカードシートよりも、あの通路には出にくくなったりするけども、あのターキッシュの A330-222 のシート配置のやつとか、この前タイ航空で乗ったね、777、ああいったビジネスクラスシートの方がいいのかもしれない。あのシンガポール航空のね、エアバス A350 の長距離仕様のやつ、あれはね、多分体型しっかりしてるとでもね、快適に感じると思うけどね。ビジネスクラスのシートもね、いろいろあるんで、まあ、いろいろ乗りまくってね、自分に合うのはどれかっていうのを探す旅もね、面白いかもしれないですね。朝食が終わるとね、また機内暗くなったんで、まあ、あと20分ぐらいまだ寝ることができるかなということでね、ちょっとまたベッドの状態まではいかなかったけど、リクライニングポジションにして寝てました。ビジネスクラスはね、やっぱ一番の価値は寝ることですからね。よく寝ましょう。はい、ということで、まもなくね、着陸体勢に入るんで、シートをね、元の状態に戻しました。こんな感じのね、シートでした。最初の状態がね、直角の状態ではないんで、もともとアップライトポジションでも、まあ、それなりに快適な座席でした。ということで、着陸体勢に入りましたんで、ブラインド開けないといけません。久しぶりに見るね、日の光。よいしょ。オーストラリアはいい天気ですけども、真冬ですからね、こっちは。日本も含めてね、フィリピンもそうだったし、ずっと真夏の国にいたんで、温度差が多分半端なさそう。もう沖縄から北海道とかね、北海道から沖縄とか、そんなレベルの話じゃないですからね。何度やねんね。うわ、また冷た。
ドニーの街が見えてきました。すごい船の数ね。シドニーは自然も多分多いと思うけど大都会ですからね。ちなみにね、オーストラリアに来るのは今回僕初めてなんですよね。なので買っても何も分かんないしちょっと緊張してます。オーストラリアに入国するにはね、事前にビザ、査証ですね、申請する必要がありますからね。その辺もお忘れなく。アプリで申請することができます。申請自体はね、そんな難しくないんでパパッと終わりますけども。うわ、すごい、めっちゃ綺麗、街がなんかちょっとやっぱヨーロッパと雰囲気似てますよね。アジアとかと比べるとまた全然違うなって感じする。あ、オペラハウス見えるじゃないですか。あれオペラハウスですよね、白いの。おお、いいね。なかなか近いんでな、シドニーの街中も。まあとにかくね、物価が高いんでこの国は、まあ、そこはちょっと危惧してますけども。まもなく着陸です。カンタス航空だらけ。上の荷物が一気に流れたような気がします。なんか衝撃が何回かに分けてありましたね。あれ管制塔かな、なんか不思議な形で滑り台みたいなのついてんね。おそらく羽田空港からやってきたと思われる日本航空が止まってます。ボーイング787です。特にシンガポール航空の、ね、A380 が止まってて、エティハド航空、ブリティッシュエアの787、で一番手前にはさすがエミレーツですね、エミレーツの A380 が止まってます。もう見慣れた航空会社ばっかりでちょっと安心感さえ湧きますね。50周年の塗装かな。はい、ということで到着しました。結構シートベルト着用線になかなか消えないんですよね、フィリピン航空。ゲスも忘れてんちゃうかというぐらいずっとついてます。はい、今消えました。ということで降機します。ということでね、飛行機降機したんだけど、このままなんか手続きしないといけないのかな。このスマートゲートっていうのは多分日本人使えるような気がするんだけど、ちょっとよくわかんない。はい、とりあえず飛行機結局前景全然見れなかったね。まあ A330 なんで、まあ、いいんだけどね。とりあえずこれで日本のパスポートかざして何かやるのかな。はい、よくわかんないけどやります。こんな感じの質問に答えていけばいいと思います多分ね。はい、ということで、あの機械でなんか質問をね答えるとカードみたいなのもらいました。なんかエクスプレスチケットみたいなやつで、あとはこれを普通に入国イミグレのところで通せば多分外出れるんですよね。すごい、日本人めっちゃ優遇されてるよね。まあ、他のパスポートの人らもね一部できると思うんだけど超楽だわ。これでこのまま入国に進みます。はい、ということでですね、 SYD ですね、シドニー到着いたしました。入国はね、まあ、割とスムーズに手続き終わったんだけど、結局イミグレのカード、入国カードですね、ああいうの提出したりしないといけないんで結構時間かかりました。荷物出てくるのでめっちゃ時間かかったしね。はい、ということで今回ね、フィリピン航空使いましてマニラからね、このシドニー、オーストラリアまでやってきましたけども、フライト自体はね非常に良かったんだけど、やっぱ6時間の遅延ってかなり辛いですよね。遅延理由もいまいちよく分からんし、結局何の保証もなかったということでね、結構辛いフライトになったんじゃないかなというふうに思います、個人的にね。この後ホテル行って今日はちょっと寝ようかな、はい、そんな風に考えているところです。
まあ、フィリピン航空のビジネスクラスとか CA さんとかの対応とかめちゃくちゃ良かったんで、もう皆さんもねぜひ使ってみてください。今回ちなみにクアラルンプールからフィリピンまで一体いくらだったと思いますか？皆さん今回トリップドットコムでね航空券買ったんだけど、片道10万円弱です。2区間ビジネス乗れて10万円弱だったんでかなり安かったと思います。フィリピン航空って結構ねビジネスクラスとかでも航空券安かったりするんで、割とね比較的手を出しやすいね航空会社になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回ねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。オーストラリアで大体1週間滞在します。